はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、猫背をこう直すというか、猫背をですね、改善させる方法をお伝えしたいと思うんですね。で、なぜね、こう猫背になるのかっていう話から始めていきたいんですけれど、人間のですね、こう体っていうのは、この何にもしないでこう劣化してくるとですね、体はこう下がっていくんですよね。下の方に下がっていくんです。で、広がっていくんですよね。広がっていくっていうのを覚えておいて。そして手と足はですね、こうやって内側にこう入っていくっていうのがあるんですよ。で、この3つをね、頭にね、入れといてもらうと、結構ね、いろんなその体の不具合とかあった時にこう直しやすいんで、ちょっと覚えておいてみてください。一つ目はこう下に下がっていく。体は頭がね、こうやって下に、だから猫背みたいにこうやって丸くなってきますよね。下に下がっていく。で、広がっていくっていう。体が広がっていくんですよね。これはちょっとね、少し説明しづらいんですけど、広がってきます。で、今度はですね、それでこの腕と足は内側にこうやって入っていくっていうのをね、覚えておいてください。で、このですね、腕と足が内側に入っていく時にの確かめ方っていうのをね、ちょっとね、見てみてください。お伝えしておきますね。で、背中を例えば背中をですね、こうやって手を前にして、手をね、こうやって押してもらってですね、背中を丸めようとするとよく丸められるんですよ。ですけど、これをですね、外旋って言って、小指側にです、小指側にこうしてもらって、背中を丸めようとすると丸められないんですね。はい。で、何が言いたいかっていうとですね、この手がですね、外側に行く状態っていうのは、肩甲骨とこの肋骨ってあるんですけど、肩甲骨がですね、背中を押してくれるんで、背中が丸まらないんですよ。肩甲骨ってこう、肋骨って言って、ここに肋骨っていう骨あるんですけど、カゴみたいになってる肋骨ってあるんですけど、これをですね、肩甲骨って言って、肩の骨がちゃんと押してくれるんで、背中は丸まらないんですね。逆に言えば、背中が丸まるってことはですね、これがしっかり押されなくなってきちゃって、機能がしなくなってくると背中がこうやって丸まってくるんですね。特に背骨ってですね、胸のあたりっていうのは、後ろにこう湾曲してるんですね。だから、この肩がしっかり背中を押せないと、背中丸まってきちゃうんです。で、これが手を外にしてこうすることで、手は、背中は丸まんなくなるんです。ということは、これ脇はね、絞れてるっていうことなんですけれど、これをですね、覚えておくと、脇が縮んじゃってたり、こう、機能しなくなってくると背中は丸まってくるってことなんです。で、今日はですね、このままですね、少しですね、猫背を解消する方法をお伝えしたいと思います。で、手を背中がちょっとですね、立ってもらってですね、手をこういうふうに、さっきみたいですね、手を小指側にくるっとこう回してもらってですね、こうやって置いてみるんですね。で、このままですね、肘から手首までをこう擦るような感じで、早めにですよ。で、こういうのをしてあげると、肘から手首までに向かってこう擦ってあげる。内側だったり外側だったり真ん中だったり、早めに1秒から3回ぐらいのペースで擦っていく。これをね、やっていくんですね。こうしてもらって、こう、こういう感じで。はい。で、こうするとですね、背中が、
丸く猫背が少し解消されるんで、ぜひですねこれをねやってみてください。でいくらでもこれは こういう動きになっちゃうんで、なるべくこういうね外の動き、こういう腕を外にする動きをしてあげると背中は立ちますんで、さっきやったようにね、こういう動きはダメです。こういう動きは背中を丸める動きなんで、こういう動きですね、こういう動きをしてもらうだけでも背中は立ちますんで、なるべくね外側にっていうのを意識しながら、今みたいにこういうね立ちながらやってもらうと結構ですね背中立ちますんで、ぜひね覚えておいてみてください。はい、今日もありがとう。